エフゲニー・クラスノポルスキーは、ウクライナ出身、イスラエルの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、アンナ・ベルニコフ、ページ・コナーズ、アリーナ・チェルニャフスカや、アデル・タンコは、アンドレア・ダビドビッチ、ダニエル・モンタルバーノなど。2014年ソチオリンピック2018年ピョンチャン、オリンピックイスラエル代表。二千八から二千九シーズンまでは、シングルの選手として、 試合に出ており、世界ジュニア選手権には2005年から2008年まで4年連続で出場していて、最高成績は2008年の30位だった。2009年にペアに転向ダニエル・モンタルバーノとチームを結成した。2011年からは、世界選手権の銅メダリスト、イナ・キョウコの指導を受ける。2011年のヨーロッパ選手権は、 公式練習中のモンタルバーノの怪我で危険をした。2011年5月、東日本大震災で開催日程が変更になった世界選手権から帰国後、ベングリオン国際空港にて逮捕された。イスラエル国防軍のブートキャンプに参加できなかったことが理由で、連盟と国との間で折り合いがうまくついていなかった。2012から2013シーズン。 グランプリシリーズに初出場したが、シーズン半ばで、モンタルバーノとのペアを解消した。2013から2014シーズン、アンドレア・ダビドビッチとチームを結成。新たに、ゲンナジー・クラスニツキーに指示をする。シーズン終了後にダビドビッチとのペアを解消し、パートナーを探している。2015から2016シーズン、アデル・タンコアと新たにペアを結成したが、 一シーズンで解散した。2016から2017シーズン、ロシア人のアリーナ・チェルニャフスカヤとペアを結成したが、こちらも一シーズンで解散した。2017から2018シーズン、イスラエル人の母親を持ち、アメリカとイスラエルの二重国籍を持つページ・コナーズとペアを結成し、ピョンチャン五輪に出場。2019から2020シーズン、 コナーズと解散したクラスノポルスキーは新たにアンナベルニコフとペアを結成した。詳細2012年世界選手権でのモンタルバーのアンドクラスノポルスキー。ありがとうございます。